オアシス21、オアシス21、オアシス21は、愛知県名古屋市東区東桜1丁目に所在する、公園やバスターミナルなどの公共施設と、商業施設との複合施設で、2002年、平成14年10月11日に、正式オープンした。なお、公園施設の管理、運営は、第三セクターの栄公園振興株式会社が行っている。都市公園としては、久屋台zoo公園の一部であるが、公募により、オアシス21の愛称が付けられた。錦通りと久屋台zooの交差点の北東に位置する。建設前は、NHK 名古屋放送会館と愛知県文化会館があったが、東に隣接する栄公園と敷地を入れ替える形で、名古屋市が整備し、栄公園には NHK 名古屋放送局と愛知芸術文化センターが建設された。整備構想については、昭和50年代後半から具体化してきた。まずは、昭和57年の愛知県文化会館の再整備構想、昭和59年の NHK 名古屋放送会館の建て替え構想などがあり、昭和60年6月には愛知県と名古屋市、NHK の3社による栄公園地区の総合的な整備に関する覚書が締結されるに至った。これは名古屋市が栄公園地区の整備計画を策定し、愛知県は文化会館の整備、NHK が放送会館の整備をそれぞれ協力しながら推進していく方針の確認であった。当初の計画には、栄地区のバスターミナルをすべて集約した施設を地下2階に設置する構想もあったが、最終的には久屋台zoo公園の栄バスターミナルを残したほか、施設を半地下構造とすることにより、事業費を圧縮した。整備完了までの暫定的な利用として、駐車場や様々なイベントに利用された。その中でも、平成9年3月2日から平成10年12月27日までの間、劇団四季による名古屋ミュージカル劇場が設置されたこともある。これは座席数約1130の劇場であり、オペラ座の怪人と美女と野獣の公演を行った。また、事業費圧縮の方策として、事業の提案協議方式が採用されることとなった。また、名古屋市都市整備公社が建設し、名古屋市が分割払いによりこれを取得するという建設代行方式が検討され、平成9年2月15日、最優秀案として大林組の案が採用されることとなった。マスコットキャラクターとして恐竜をモチーフとした癒し巣が設定されている。当施設では日本生命、レオパレス21、ことほがきや、ダイハツキャストなど多くのテレビ CM の撮影に使われた実績がある。個別店舗については公式サイトを参照。毎月21日をオアシス21の日としてテナントの店舗で割引や様々なサービスが行われている。また会員限定のイベントへの参加や優待券などが配布されるファミリークラブ会員等位制度がある。吹き抜けの地下広場の真上にある。地面はガラス張りで、中央から水が優しく流れて、銀河の広場に光の波紋を描き出す。水面の周りには園路がある。夜にはライトアップされる。何色かある。2012年に名古屋市が主催した第1回名古屋街並みデザインセレクションにおいて、オアシス21、水の宇宙船の上と、そこから見た名古屋テレビ等が市民投票によって、街並みデザイン20選第1回に選定されており、名古屋、栄周辺の景色を眺めるには絶好の場所となっている。芝生が広く敷いてある。ベンチもあり、花壇や樹木も並んでいる。また、愛知芸術文化センターへの連絡橋もある。このエリアは、原動機付自転車と自転車は進入禁止区域になっている。普段は広場だが、時々ステージがメインのイベントが行われる。広場の中央、南寄りにはエレベーターが設置されており、このエレベーターで水の宇宙船に行くことができる。広場の周りには32店舗の商業施設が銀河の広場を囲むように所在し、売り場面積は約4100メートルある。2009年から冬季には、スケートリンク、命名権により、トヨタホームリンクと呼ばれるが設置されている。リンクには、氷ではなく、特殊プラスチックにワックスを塗ったものを使っており、そのため転んでも濡れることがない。銀河の広場にあるインフォメーションセンター。オアシス21の施設案内の他に、名古屋市の観光案内なども行われている。オアシス21の地下1階にある、名古屋市営バス、名鉄バス、三重交通バスのバスターミナルである。名鉄バス JR 東海バスの高速バスも停車する。時刻表では、A と表記。なお、近隣を運行するものの当バスターミナルを通過するバスもあるが、名古屋駅行きについては、バス停が近隣の道路にあるためすべてが停車する。停留所には、ホームドアが設置されており、停留所北入口及びショップエリアのトイレの南側には、コンビニエンスストアがある。かつては、切符発券窓口が、名古屋市営バス、三高バス、名鉄バス JR 東海バス4社共同で運営されていたが、2008年、平成20年3月31日をもって、一旦閉鎖され、設備が簡素なものに改められた上で、三高バスの単独窓口となっている。三高バスの券売機、バスカード発売機のみが稼働していたが、三重交通が IC カード乗車券イミカを導入したので、イミカの地域機が設置された。停車する長距離高速バスの詳細については、高速バス及び各バス路線記事を参照。停車する一般路線バス、噴水南乗り場に停車するものも含むの詳細については、栄駅バスを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。